決定だろ。さすがにリーさんじゃない。待って、えちょっと待って、すぐさん、やっぱ怪しいぞ、リーさん。直江さんめっちゃ怪しくない？ちょっと待って、さあ、行くぞ。直江さん、ここまでで怪しい人誰ですか？ゆるさんかな、担当者。ゆるいさん、誰ですか？ゆるさんかな、きすぐさん誰ですか？僕はニュレイさんですね。アイドルキャラ怪しくないって言ったのに。すぐ変えたからね。弁護士からわざわざ。僕もニュレイさんですね。僕の真似してきたんで。だって俺もなるほど真似しとらんわ。たまたまだわ。理由はいはい、ここね。どっかで。ユリドキャラナッティ。どっちか。チカです。地下どこ？怪しい。どこ地下？ああはい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 。ハンターこれ出てる。ああハンタールキノールキノはいはい。ルキノか。ルキノルキノ。背が高い背が高い。ルキノ。ルキノ。背が高いルキノ。ルキノ。お前キャメ。え？やも。決定だろ。さすがにさ。決定だろ。さすがにリキさんじゃない。いや、これはやられた。いや、やられたって。俺ちょっと言おうとしたことがあって、うん、はい、このレオ戦のキスグと D さんが人狼回ってきたときに演技上手いとは思えないんですよね、僕は。演技が上手いとは思えない。うん、それがだから上手いことやれるのかって言われたら、この二人は多分わざとらしくなったと思うんですよ。おいおい、いや、これ敵ルキノだな。どこだ、やめて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 リーさん、ルキのルキの気をつけて。ルキの気をつけて。ジャンプ来るよ、ジャンプ来るよ。あ、これルキのだな。うんうん、ルキのルキのジャンプ来るよ。待って、えちょっと待って、キスグさん、ここライチライチ。あ、なるほどなるほど、はいはい、ちょっと待って。待って、本当に分からん、どっちだこれ。え、伸びてるな。え、チェース、え、めっちゃ伸びてる。そこで、素手強行もらった。タックルって来れたりしますか？いや、ねえよ。フクロウもねえよ。巻いた。巻いた？巻くか？巻く？敵一発もないのに？巻いたからボケじゃないで。いや、そういう理由にはこじつけねんけどさ。いや、もうほぼ一択やろ。今のところね。え、本当に巻いたの？分からん。本当に巻いた？巻いてる。来た。巻いてる。今さ、巻いた。いや、怪しい。その、普段のソロって大根みたいな。その味方と。あ、危ない。え？嘘でしょ、使いたくないんだけど、ここ。いやー、来るかな。え、俺、終わんない。あ、いた。あれ、いた？まずい。まずい。待って、どこだ？いやー、まずい。待って、監視者わかんない、どこだ。監視者めっちゃある。監視者どこにあんの、これ。あれ、どこにあんの、あたたた。これ、直江さん、直江さん、ナイス。ジェジカ、ジェジカ。あれ、意外と結構きついんじゃないか、これ。これ、誰だ。やばい。いたらい。これはありがたい。お、家族来ましたよ。あ、タゲ変わった。お、いいぞ、名古屋さん、ダメガンダムなんか。なんで。やっぱ怪しいぞ、D さん。なんなん、その、あーって、こう読みか。喋り方違くない？変わったくない？名古屋さんの方はさすがっすね。名古屋さん怪しいな。いや、待って。なんで？直江さん今のところ一番怪しくないんだけど、どっちかって言ったとキスグさんか D さんかな。いや、これ直江さんがわざと僕に陰口に立てますね。本当に？
あれ待って、救助は。あ、はいはいはい。ナイス。あ、救助してる。どこ？もう、はいはい。あ、キスさんが行った。救助するか。それはしますね。それ。まあね、自分のこともあるからね。さっきめっちゃ回復待ちられたんだけどな。あー、まあまあまあ、でもまだ粘着が。さっき車のですか？ないよ。相手の方が早い。相手の方が早い。大国逃げ振りと。ラッキー。どうぞ。ああ。これ勝たないといけないですよね。そう、勝たないと絶対ダメ。引き分けでも。サバイバーまあ引き分け、まあ引き分けはまあいけそうですよ。引き分けはいけそうだから。引き分けいけそう。あ、これ間に合うのかな。あ、ダメか。二人ともここいる。あ、待って、危ない。ちょっと待てよ、これ。OK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 。 ノーダメ救助、ノーダメ救助、痛いな。え、ここに今いたの、直屋さんだよね。はい、OK、一発。いや、これ絶対深ければ。ナイスコンタ、ナイスコンタ、ナイスコンタ。あー、こっち来たか。なんか棒じゃない。いや待って、え、直屋さんめっちゃ怪しくない？ちょっと待って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 。ノックか、ノックか。これ、分かった気がするぞ、これ誰だか。あ、やばい。待って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 、回復します、回復します。はいはい、オッケー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 。グッサンどこ？え、グッサンどこ？中央中央中央、3枚だ。くっそ、くっそ、くっそ。まあ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 、戻った戻った戻った。はい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 、オッケーオッケー。グッサン解読しなくていいよ。解読します。あれ、待って、狙われる、狙われるよ。なんでなんでなんで、え、待って待って、やばい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 。そう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 。9割でいく、9割でいく。あ、お、待って、あ、あ、そうかそうかそうか、俺はあれか。あ、ジュナール。あれ？ジュナール？いや、俺は座ってるから、うん。ジュナンではない。あ、そうなんですか？うん。もういて、もういて。まだ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 です。オッケー。まだね、全然3割ぐらいなんですよ。え、嘘！嘘です。もう行っていいですよ。オッケー。あー、まずい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 。待って、Dさん今の見た？ね。まずいまずいまずい。今やってるな。今やってる。危ない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 。やばいやばいやばい。ちょっと待って、俺だ。待って、まずい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 。危ない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 。あれでもこれ結構引き分けいけそうな気がする。やばい、いける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 。小屋川ゲート突っ込んできたら3スターあるんで。小屋川ゲート突っ込んできた。あ、3逃げあるぞ、3逃げあるぞ。3逃げはちょっときついかな。あー無理だ。あーごめんなさい。いや待って待って待って、引き分けなるんじゃん。いやマジか、マリアさん、マリアさん、どこ行くんですか。これつくよ、もう小屋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 。うわー待って、きつい。まあ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 。うわー待って、あー引き分けか、はいはいはい。あ、これは結構わかりやすいかもしれない。え、俺も一択かな。うん、じゃあ直江さんは欲しい。じゃあ最初教えてください。え、一斉に打つんじゃないですか。
あ、いや、まず考察から。あ、考察、いや、D さんでしょ。いやいや、なんかないだろ。 D さんは確かに 100% D さんでしょ。僕は 100% 真面目にやってて、真面目にやってて、こっち、直屋さんがわざと僕に鍵を変えてきた。いたらいや、直屋さんのところに行くだろ。やってましたもんね、言うとまで先場所ぐらい被るだろ。そんなの、そんなの、はいはいはい、D さんは直屋さんやと思うってことですか。直屋さんです。うんうん、めっちゃ俺になつりつけてきてる。あ、なるほど。じゃあキスグさん、じゃあ聞いてみましょう。いや、もう直屋さんですね。なんでやねん。何が怪しかったっすか。ラスト、あれ、リッパーが右持ってたら瞬間移動でゲート来るんで、うん、急いで突っ込んでこなきゃいけないのに、なんかもう飛びなのに、なんかどっか行ってて、うん、そう、何してんだろうと思って。あれは、俺もあれダブルチェイスだったよ、最後。うん。うん、出れなかったんですよ。感謝。俺も狙われてんのかなと思ってたから。時間かかっちゃった。いや、じゃあ俺も言いたいんですけど、最後の解読機、直江さんが解読してて、で、はい、最後触りに行ったら解読が1割2割。ちょっと待てよ、これ。で、最後の切りもなんかわざと当たりに行ったような感じがしたんで、直江さんかな。なん絶対どう考えても D さんでしょ。いや、俺も最初は D さんやと思いました。僕も最初 D さんと思いました。全員怪しく思えてきた。それでは、はい、皆さん投票よろしくお願いいたします。はい、汗のって言わないですか。汗の、はい、まあ、いや、自分で言ってるやん。自分で言ってるやん。いや、ていうか引き分けになってしまった。いやー、そっか、まあ、力量が足りなかったですね、ごめんなさい。あー、あと踊り子っていうのも結構厳しかったかもしれないですね。ちょっとしにくいというか。直屋さんか。というわけで、今回の行人は直屋さんでした。はーい。え、でもね、なんか結構面白い。なんかみんななんか適当に強人がいるから、なんかキスグさんも普通に怪しかったし、 D さんも思いっきり怪しかった。 D さんのあれはほんまに何やったんやっていう。うわーって言うて、うん、恐怖、結構奇跡でした。めっちゃ助かったけど。強人2人いるのかと思って。うん、まあまあまあ、でもマップ的にちょっと強かったのはあるっすよね。うっそー。うわ、意外とバレるな。ごめんなさい、直屋さん。意外とバレるな。でも今回の範囲は直屋さんのサポートが足りなかったから俺が勝てなかったということです。うんうん、そうそうそう、なかなかそれも難しかったですね。認めちゃう。そう、いや、そう、移籍するタイミングがなかなかね。そう、いや、ごめんなさい。いや、自分に、単純に自分のありがたりは。確かに難しかった。